リート個別栄養サポートの北見なりです。こんにちは。いつも見てくださってありがとうございます。一人でもですね、この動画を見てくださっていることが私は本当に嬉しいです。もう本当に時間を使ってここに来てくださっていること、感謝だなと思います。今日はですね、そんなこちらに来てくださったアスリートへ向けて、身長を伸ばすチャンスを逃さないようにするためにはどうしていったらいいかというお食事のポイントについてお話をしていきたいと思います。ジュニア選手には特に身長を伸ばすチャンスっていうものがあります。成長スパートという言葉、聞いたことはありますか？人生の中で身長がぐんと伸びる時期っていうのは2回あります。で、一番伸びるのは第一成長期、生まれてから4歳頃になるまで身長がぐん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 伸びていきます。で、次に大きな成長を見せるのが第二次成長期です。この第二次成長期には1年に男子だと約10から12センチ、女子は8センチも身長が伸びます。で、この急激な伸びを見せる時期っていうのを成長スパートというふうに呼びます。で、この成長スパート後戻りはできないので、この成長スパートの時期に活かせるようにちゃんと身長伸びていくように食事をしていくっていうのもポイントかなと思います。ここを逃さないようにするためには食事も大事なんですが、食事以外にも睡眠だったりオーバートレーニングになってないかなども重要になってきますので、ぜひ振り返ってみてください。で、スポーツしている人、ちょっと睡眠の話になるんですが、スポーツしている人っていうのは疲労回復のためにもすごく睡眠っていうのが大事になります。海外に行くような選手とかだとマットレスも一緒に持っていくぐらい、本当睡眠っていうのは大事になってきます。で、身長を伸ばすための成長ホルモンっていうのは睡眠中にたくさん出てくれるので、しっかり睡眠時間、良質な睡眠時間っていうのを取れるよう意識してみてください。で、長期休みの期間っていうのも身長のためにはだらだら夜更かししている暇っていうのはないので、この成長スパートを逃せないので注意していきましょう。で、食事についてですね、まずしっかりエネルギー量確保できているかを確認してほしいんですね。こちらの図をご覧ください。で、この図にもあるように、まず私たち人は生きているためにエネルギー使われていきます。そこにですね、プラス成長期の皆さんは成長に身長や体重、骨を大きくするため、体を大きくするためにエネルギー使っていきます。で、3つ目、運動する分もエネルギーが必要になってきます。で、ここを足りてないと足りてないままで運動をやりすぎたりとかしてしまうと、食べたものの中からその分でどう賄おうかっていうことをするので、生きるために使われますよね。で、プラス運動分に使われていくので、成長、発育発達のために使いたかったエネルギーっていうのがもうない状態で、思ったほど身長伸びないなとか、テスト期間にぐっと増えたなとか、トレーニングしてなかったりするからですね。あと体重自体ももう増えないなとか、リカバリーもすらもできてないみたいなパターンもあります。で、もしこの成長スパートとこういったことが重なってしまったら、身長伸びるチャンスをすごい逃していることになるので、ぜひ今一度振り返ってみてほしいなと思うんですね。で、過度なトレーニングで疲労回復が間に合わないくらいの過度なトレーニングっていうのもぜひぜひちょっと注意してみてほしいなと思います。でですね、じゃあどれくらい取ればいいのかですよね。成長期、小中高生、ジュニア期にとってどれくらい取ればいいのか、この必要なエネルギー量っていうのは一人一人違います。でも一体どれぐらい必要って思いますよね。で、ご飯量ぐらいまで落としていきたいと思います。こちらの式を参照に、中学1年生45キロの平均の体重で持久系競技を参考に計算すると約2800キロカロリーぐらい必要です。カロリーで言われても、じゃあ具体的にどれくらいなんだっていうことで、これを、エネルギー源となる主食を必要量としてこう計算していくと、おかずの分とかは抜いて、で、ご飯の量だと一体どれくらいになるか、どれくらいになると思いますか？だいたい先ほどの中学生の例でいくと、大人のお茶碗7杯分ぐらいになります。皆さん、朝昼夜1杯ずつだけになってませんか？それだと3杯ですよね。補食にコンビニサイズのおにぎりを練習前後に1個ずつ食べたとしても、必要量のおよそ半分くらいしか取れてないんですね。
これあくまで、まあ、目安ではあるんですが、競技ごとあとそれぞれの練習状況によりますが、実際にこう理論値、こういった理論値と個別ごとの検査データとかを見ていたら、まあ、よりこう全然エネルギー不足になってる選手って多かったりします。で、すでにこの状況を見て、あ、私不足しているなっていう選手はもうぜひぜひちょっと食事の量を振り返ってみてほしいかなと思います。で、さらにですね、パンとご飯でも糖質量って全然違ってくるんですね。朝がパン食の皆さん、もうスタートダッシュの時点で、もう朝の時点で身長を伸ばすチャンス逃しているかもしれません。もうこんなに違ってくるんですね。倍くらい違ってきます。朝大人お茶碗1杯のご飯量と食パン6枚切り1枚だと。なのでもう運動分すら賄われてない、成長分どころかみたいなこともあります。あくまでも目安ではありますが、体重や体の中の状態に今合わせて食べていくといいかなと思います。選手たちジュニアアスリートでは、骨の代謝の指標となる、血液検査の指標なんかもあります。サポートしている選手たちはみんな検査とかも行くので、ピーク時には非常に高い値になって、成長とともにこう低くなってきます。で、1年でどれくらい伸びるかっていう理論値なんかも出されているので、そういうのも参考にしています。で、こんなことを使いながら選手たちっていうのはパフォーマンスの向上、また身長を伸ばすために日々日々頑張って取り組んでいるなというふうに思います。いろいろお話ししてきましたが、そろそろちょっとまとめていきますね。で、成長期、栄養の偏りだったり食事量の不足っていうのが身長を伸ばす、成長を妨げるっていうことにつながってきます。成長期っていうのは骨を大きく強くする時期でもあるので、今一度食事を振り返っていただいて、体重や体の中の状態っていうのを調べて、そこに合わせていくのがいいかなと思います。私の動画ではこのように背を高くしたい、体を大きくしたい、バテにくくなりたいというアスリートへ向けて情報を発信していきます。お悩みについて詳しく知りたいという方は説明欄に LINE の追加方法があります。私の LINE に追加してもらうとセミナーやイベントの情報が届くようになっているので、ぜひ興味がある方はそちらに行って学んでいただけたらなと思います。続々企画中です。めっちゃ楽しみ。あと、この動画がちょっとでもいいなと思ったら、コメントと一緒にいいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まだされていない方ね、もっとたくさんの人が見てくださってめっちゃ嬉しいです。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。北みのりでした。じゃあねー。皆さんの成果お聞きできるの楽しみにしてます。